皆の者、聞こえるか。我が名は龍槽。我々はこれまで長きにわたり艱難辛苦を乗り越えてきた。真の圧政に自由を奪われ、故郷を追われ、家族を奪われた。だがそれは昨日までのこと。我々は秦を打ち倒すための旗を掲げここまで来た。その高陵殿をはじめ多くの犠牲を払ってきた。だがその犠牲は決して無駄ではない。同時に多くの仲間を集うことができたからだ。今こそ結集した力を秦に知らしめる時だ。我々は秦を始皇帝長征を打ち滅ぼし、圧政から民を解放する。さあ行くぞ。使者を冒涜し私兵などとする秦など恐れるに足らず。全軍突撃。猛虎一戦火炎なぎ。
よし、まさに今が好機。燃えてきたぜ。絶対に真に勝つぞ。ああ、勝利は目前だ。みんな、よろしく頼む。
そこで策を講じるのが私の役目さ。ではこれから新攻略の作戦を伝える。私はやっぱりルキが羨ましい。
ルキの力、鮮魚の力か。待っていてくれ。俺は強くなって必ずシンを倒す。
しい。欲しい。力が。
さて竜僧、行くとするか。ああ、決戦だ。猛虎一閃、放流一般、龍虎撃滅章。
待たせたな、長生。この城に生きている者も死んでいる者もお前を守る者はもういない。私有は決した。おとなしく降伏しろ。さもなくば。貴様、本当に長生か。俺の気のせいだ。お前みたいな外道を見間違うなんてな。その物言いでは降伏する気はないようだ。ならその首取らせてもらう。や仲間を奪われたみんな、今は死してその身を汚され、崇高な精神さえも奪われた。そんなことは許されない。いや、俺は許さない。長生、お前の愚行を俺が燃やし尽くす。吠えろ炎帝当獣、この降雨の声に応じて権限せよ、グレンの猛攻。猛虎一閃、煉獄城下。それがせめてもの弔いだ。あとはお前の首を墓前に添えるだけだ。なんて力だ。これもナイトメアの力なのか。バカなことを。貴様が他人の国を奪い蹂躙したからだろう。その犠牲のためにどれだけの人を殺したんだ、貴様は。違う、私と幸運はそんな世になどしない。ああ、俺たちが望むのは民が自由で安心して暮らせる世界だ。させはしない。放流一般。空中ではかわせまい。ゴウ。おうよ長生、お前の道はここまでだ。猛虎一閃。
ぎ。真の支配から民は解放される。恐怖の時代は終わったな。ああ、新しい時代の始まりだ。待たせたな、調整。この城に生きている者も死んでいる者もお前を守る者はもういない。私有は決した。おとなしく降伏しろ。さもなくば。本当に調整か。俺の気のせいだ。お前みたいな外道を見間違うなんてな。その物言いでは降伏する気はないようだ。ならその首取らせてもらう。死ねよ。
故郷を奪われ、家族や仲間を奪われたみんな、今は死してその身を汚され、崇高な精神さえも奪われた。そんなことは許されない。いや、俺は許さない。朝鮮、お前の愚行を俺が燃やし尽くす。吠えろ炎帝当主、この降雨の声に応じて権限せよ、グレンの猛攻。猛攻一戦、煉獄城下。それがせめてもの弔いだ。あとはお前の首を墓前に添えるだけだ。なんて力だ。これもナイトメアの力なのか。貴様が他人の国を奪い蹂躙したからだろ。その犠牲のためにどれだけの人を殺したんだ貴様は。違う、私と幸運はそんな世になどしない。ああ、俺たちが望むのは民が自由で安心して暮らせる世界だ。させはしない。放流一般。空中ではかわせまい。ゴウ。おうよ朝鮮、お前の道はここまでだ。猛虎一戦。火炎投げ。これで真の支配から民は解放される。恐怖の時代は終わったな。ああ、新しい時代の始まりだ。
みんな、無事であったか。そんなにか。戦う意志のない者には無駄な危害を加えぬよう徹底してくれ。恨みはあろうが新たな火種を起こさないためだ。頼む。士兵も長征の犠牲者だ。手厚く埋葬したい。分かった。後で埋葬できる場を設けよう。恩に着る。おお、感心。開通にルキも。お前たちのおかげで。ルキ。やめろ、カイツ！ルキに近づくな！バカ！目を閉じろ！絶対目を開けるんじゃねえぞ。今行くからな、ルキ。大丈夫、大丈夫だから落ち着け、ルキ。
あとは頼む。そうね、私たちも早くこの力を見てしまいましょう。あなたは向こうをお願い。あなたは？ひどい。すぐに牢を開けるわ。ええ、そうよ。反乱軍を率いている劉曹様という方がね。そうね、私に力があればもっとお役に立てるのに。あ、どうしてルキの名を。力なんて、ルキみたいな仙女の力、仙女にでも合わないと。そんなこと。そんな仙女の力が私なんかに。あなたの言うことが本当なら、私は力が欲しい。ルキのような力を手に入れて、劉曹様のお役に立ちたい。ルキ。